4時とかくらいから。いや、これ同じ量だ、これピュッと入れたから、ごめん、俺はもう一個買わないとね。あ、いやいや、そうだね、うん、いや、3つは必要でしょ。そうだね、俺がいい。あ、3つだね、3つはね、乾杯。じゃ、乾杯。よし、一気飲まなくてもいいよ。そういうよね、まいよね。いや、うまいよね、ジャックはね。もう4杯目やけど。あ、待って、キッチン。カルチャーサンドイッチ。あの、俺が知らなかった、始めます。俺が知らなかった千代さんの髪型をね、うん、まさかあんな髪型があると思わなかった。出しとこうか、知らの。いや、もうこれボンって出ってるから。もう覚えた。でも、ちょっと重めだからドライで切った方が面白いかなと思ったら、うん、シューさんの初期の髪型とか、あれ面白かったよ。あれってさ、あの、今日、今から着る髪型はさ、いつぐらいの、バースデーの最初の方、涙がこぼれそうとか、そうなんだ、カレンダーがある。へぇ、でも、あ、でもあの時は安倍さんまだ生きてた。生きてた。千葉が40の時の安倍は死んでるから。あ、そうなんだ。そうそう、え、安倍は42で死んでる。解散した後ってミシェルを解散して5、6年と、あ、10年ぐらい経ってるから。あ、そうなんだ。2009年に死んでるから。てっきりミシェルの間に亡くなったのかな。いや、全然ミシェル解散してどのバンドも続かなかったんですよ。え、なんで解散したの？安倍さんいたの？安倍は ギターを弾きたいんじゃなくてミシェルのエレファントをしたかったんだよ。ね、それよく聞くじゃん。え、なんで解散したんだろうと思って。いや、あれはね、いろんな、もうファンが混雑してるけど、千葉はこの4人でやれることはなくなったって言った。へぇ、そうなんだ。で、多分千葉はあのロックンロール好きなんだけど、いろんな音楽をミシェルしたかったんだけど、ミシェルの他の3人とか、特に上野と阿部は、ロックンロール、ブルースをしたかったんだと思う。あ、そうなの。で、千葉はロックンロール、ブルースが基本だけど、暗い音楽だったりとか、レゲエだったりも全部したかったタイプなんだと思う。それがで、やりたい音楽が変わってきたからなんだ。だから最後のシングルで、エレクトリックサーカスって俺たちはサーカスだったって歌を歌う。それって、ね、なんかね、その解散前のラジオで、俺はミシェルで全ての音楽全部飲み込んだろうと思ったけど、それは無理っぽかったって解散が決まる前にも言ってた。あ、そうなの。うん、そうで、阿部太はミシェル辞めた後に、うん、あの、コオロギっていうバンドやってた。あ、そうなんだ。コオロギ、いや、それね、あの、呼ばれていたスネイルランプってあったじゃん、メロコアの、え、あの、ハイスターみたいな、へ、アガネキープーデンス、This is my life みたいな、そいつとやったんだけど、やっぱ続かなくて、で、自分でバンドも立ち上げたけど、名前、俺ライブ行ったな。それがうちの一緒にやってたバンドのベースがベースを弾こうとしてたんです。あ、それでうちのバンドのベースが、前やってたバンドのベースが阿部と仲良かったんで、俺何回かお会いしたんですよね。へえ、あ、そうなんだ。ここのカモナンバーも最高なんだよって、カモナンバーなかったっすね、そばくりって。へえ、あ、そうちょっと全然違う。公園でめっちゃでかい男がこうブランコこうにする阿部なんです。もうあの、ここに当たりそうなんだ。今日当たるんですよ。そば食いに行こうかっつったら、財布に1000円しか入ってなくて、俺らも出すんで。本当に、だ、最後は、あの、広島でペンキ屋をやってたらしい。あ、安倍さん？あ、じゃあ音楽やってなかった。いや、なんかその、あの、これも俺の個人的主観やけど、ギターが上手い下手くて、あのギターしか弾けないから、逆に言うと、どれやってもミッシェルマネホンとかになったんですよ。ツクツクチャーツクツチャーってなるけん。勝手にね。だから、で、結局、弾きませんかって言われても、例えばうちのバンドで阿部さん弾いてくださいって言っても、阿部のギターになっちゃうんですよ。だから逆に言うと、そのミュージシャンを生かすギター弾けなくて、あ、で、なるほどね。でてか阿部はもう自ら、もうその バンドをやるやらじゃなくて、なくて広島に帰ったんだと。で、広島で塗装をやってて、そこにキッカー工事が迎えに来たっていう話があって。へー、喧嘩したことある。そうそうそう、キッカー工事と喧嘩してでかい二人が、うん、キッカー工事も広島だから。で、で、飲むことになって、お前はアイドルだろ、なんで俺はアイドルの後ろにギター弾かないかんのじゃん、喧嘩に殴り合ってるんですよ。で、阿部がキッカー工事の顔を蹴ったらしくて。マジで悪い。キッカー工事はそれを食らいながら顔面を殴ったらしくて。あれ、キッカー工事もめちゃくちゃね、よく喧嘩強いってね。そう。でも、キッカー工事はなんか阿部のギターに、だって阿部をギターに入れるって相当やばい。まあ、濃い。なんていうんですかね、俊介さんを店に雇うぐらいの濃いさんは。それは難しいな。決死の覚悟だね。さらに俊介ってことを分かって雇わなきゃいけない。料理がうまく言うことを聞くというのも、もうさらに俊介ってキャラクターを買わなきゃいけないから。そうね、それは決死の覚悟だね。知ってる、さらに俊介すごくない。でも俊介はその吉川晃司が阿部太を誘いに行くんだよ。
そしたら喧嘩になって次の日はでもギター弾けよギター弾かなきゃいけねえだろなんでお前ペンキ塗っとるんだっつって一回ライブやったら阿部はやってるんだいやもうずっとツアーでツアーを回るとこで死んじゃったあそうなんだ頭打って頭打っていろいろその諸説は公表されてないけど、うん、多分酔っ払ってチャリ乗って頭打って寝て起きたからゴルゴ落ちたってそう枯れ落ちたというか多分頭打った後に多分なんだったらしいけどねまあ分からんけど諸説あるけど脳挫傷らしいああそうなんだあじゃあ事故なんだらしい死に方やね妄想終わりたいね本当かいやいやいやそれで死なないとこが俊介さんらしいですよてかそっちのさケースにさなりそうなのが金ちゃんのホルソンじゃん金ちゃんだってさケガってかさ何回ケガしてるケガしてるのなんかこう切ってさ縫ったりとかさ骨折したりとかさそうなんですよ阿部太はそういうことがあってで、うんうん、結局亡くなっちゃって、うん、で今そのキッカーの50の後ろで、うん、上野が引いてる素晴らしくない あそうなの上野浩二がキッカー50の後ろにあ、キッカー工事のバンドじゃなくてツアーミュージシャンがそのあ、なるほどね、キッカー工事のソロとしてそう、それは上野さんはオファーが来ただけかもしれんけど、俺が弾くって言ったのか分からんけど、なんかすごく俺はそこに愛を感じたそれはすごいねやっぱ広島出身だからみんなあ、そうなんだあキッカーも広島、キッカーも、キッカー工事さんもミッシェルメンバーみんな広島いや、と千葉じゃん、千葉と上、桑原は違うけど、阿部と上野は広島あ、そうなんだでも実家でさその、ね、ペンキ屋やっててすごいよね阿部のお父さんお母さんは食堂やってたらしいけどねあ、ほんとちょっと前閉めちゃったさすがに髪切りがうまいねほんとありがとう予約で埋まってるのは早速できるわほんと売れっ子いや最近売れっ子なんだよねありがたいことなんか当日かもう前日何次の日何時行けばいいかっていうのをさほぼさ次の日の予約しか見てなくてでも分かんないでお客さんになる最近予約取れないんですけど聞いてすいませんみたいなやっぱあの電話多いわけネット多いわけ最近ネットの方が多くなってるねだから分かんないんだよってことは本当に正人さんのその友達とかじゃなくて本当にカットに美容に惚れてきてるわけでしょすごいよねいやだって日本一のコンサーバーやとそうだよコンサーバーねそれで、うん、マスターがめちゃくちゃ忙しくなってもちょっと困るないやでも別にめちゃくちゃ忙しくなってもさ一人でやってるからさ一日できる人数がさただあんまマスターもっと頑張ってる人はいっぱいいるからさ、うん、みんな知ってたマサドさんは美容師なのほんとにそうだ俺酔っ払って最初の方言ったのただただ変態商売にしたがいいよ商売にしたがいいよとか言ってたあんたとかねよく言ってた商売にしたがいいよ商売にしたがいいよマッションっつってねいつも俺もありがとうございますって言ってねただの変態じゃないちょっと仕事にした方がいいよって見せしてるんだけどマサドちなみにその千葉の髪今日切ってもらったけどそれなんかこうイメージはあの千葉の髪はなんかあるんですかパーマの髪はじゃあパーマに関してはこれありがとうございますパーマに関してはちょっと本当意外って感じだった、うん、初めて見たしあ千葉ね俺が思ったのは千葉さんって完全にスタイルある人だね、うん、髪型見て、うんうん、だからあれに関してはちょっと意外だった意外、ね、ロングはまだわかるんだでもあロング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 まだなんかイメージがつくのね、うん、でもこの今日切ってる髪型に関してはちょっと意外だった、はい、お前多分3倍ぐらい入ってる私は大丈夫大丈夫いいねでも俺なんかあの時期の千葉ってみんな結構ね人気あったんだよそうだからちょっとさこれ千葉さんって思ってしまった正直で金ちゃんめちゃくちゃそっくりだったよねジム・モリソンっぽいよねああそうねあジム・モリソンっぽいねジム・モリソンっぽい確かに確かにその、うんああいう髪型ってジム・モリソンもそうだけど千葉も、まあ、俺はもっとひどいけどなんか結構リスキーな髪型じゃないですかエラが張ってる人がするとかそういうのあるじゃないですかすごいなと思うでもね女性は難しいんだけど切るのが、うん、男性の場合でロック系はエラ張ってる人は俺結構好みそうなんでかっていうと河本裕子も結構エラ張ってる系なの俺の中で河本裕子の髪型好きだからそれを結構言及してたから、あ、偉ってる、したらヒロトっぽい髪型似合うみたいな感じになるみたいな。チュンさんはそのリアルマッシュルームカットとかしてた時代あるんですか？
マッシュルームが嫌いやろ。そうだね、言ってたよね。モダンなのにやっぱ違うんですね。あ、そっか、モッツなのに。俺審査でやった時は完全にジョニーロットヘアだった最初。あ、そうね、そうそう、あの時ね。でもあっこれ初めてだよ、あんだけ色から全部自由にジョニーロットにさせてくれる人、お客さんで。いや、でも最初は、うん、そのジョニーロットの時に、もうパパがまた変なことしてるっつってで、もうほんとやめてほしいって、うん、泣きながら、うん、泣きながらパパもう、うん、そういうことやめてほしいって言われたい、うんうん、だけど、うん、あれそうだな、うんうん、ごめんねって思いながら、で次にパーマかけたよ。あ、かけたね。今日超グリーングリーン、ショートヘアでグリーン。いや、ね、金ちゃんと同じぐらい長さ、うん、で結構俺ちょっと強めに入れて、うん、斉藤和義的な。そう、ね、あ、うん、なるほど、そうそうそう、あれのもうちょい強いぐらいでやったらね、結構ね、で伸びた時にグリグリにパワーをやる時に、もう子供は成長しとって、うん、その時はもう泣きもせずに、うん、もう相談しよう。やっぱダメなんだ、子供はそういう髪型も嫌いだよ。いや、そう、うん、そう、まさにさんとか俺とかはさ、もう生まれた時から0歳から見てるからまだいいんだけど、急にそれすると周りと違うっていうことが大事。そうだ、みんなね、カツオお父さんだからね。てかできちゃったよ、パンパン。そうじゃん、できちゃったよ。千葉ファーマーキーの活動で、ちょっと正直言わせてもらったら、前金ちゃんとこう結構入れ込んでるから、もうちょいここが長さがあったら良いです。なるほどね、感じ、うん、ここはちょっとね、若干足りないけど、うん、元の長さ。そう、サングラスしてみたらいっちゃうと。え、これサングラスしてなかったから、ね、めっちゃドカきつい、これやばいっすね。全然これ井上陽水みたいな。しかも髪がある時だ。そう、まあこんな感じで、ということで、この髪型はまたその次の動画で、一番安家のヘアスタイル行きましょう。行きましょう、はい、よろしくお願いします。